最後まで決めたんですか。本当にそこは多分経験の差で多分、まあ、そこで経験の差が出たのかなっていう感じですけど、本当に何戦もやってあそこでちょっと待たれてパンブル打たれてたらちょっとどうなってたのかなって思います。経験でもうとっさに体が反応したという感じですか。そうです、もうそれだけです、はい。アーセン選手、まだちょっと短い試合だったんですが、どんな選手のだったでしょうか。そうですね、やっぱ思ってたのがやっぱスピードが速いっていうのと力が強いっていうのとバネがあるだったんですけど、スピードの速さは結局ついていけずに終わっちゃったんで、あ、やっぱすごいなと思いました。もう本当に本当に、まあ、長く試合してたらこんなこともあるんだなっていう、本当に良かったなっていう感じです。試合前、所選手、あの経験値の差だけは絶対にそこだけはっていう話をしたんですけど、その通りになったというか。そうですね、今回の試合に関しては本当経験値の差だけだったと思います。はい。でこれであの山本キッド選手ともまた改めてっていうリング上でもおっしゃっていましたが。そうですね、まあ、もう実際本当にキッドさんが日本にこのライジンに上がるってことは上がってほしいってみんな思ってると思うんですけど、なんとかして引っ張り出して試合をしたいっていうのが本音で、ストーカー呼ばわりされたんでボトン行こうかなっていう考えてます。でもやっぱ改めてやっぱ所秀夫強いなって皆さん思ったと思います。今日のはまあ本当にたまたまっていうか、まあ本当にこういうことがあるんだなっていうだけで、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。他にご質問ある方、はい。先ほど経験でっていうお話ですけども、ということはあの相手がレスリングなんで下からは最初から意識してたとかっていうことでもあんまりないですか。ま、テイクダウンされたらされたで、まあ、まあいいやじゃないですけど、まあだい、やり合える自信はあった、ありました。まあ、それと試合後も語られてましたけど、去年は29日で宮下さんが亡くなられてから大晦日で勝つのは初めてかと思うんですけども、 その辺の心境だとレミギウスのこともちょっと、まあやっぱり宮下さん5年前、亡くなったのがちょうど自分の試合を見た後で、本当自分にもとっても、まあ、チームの仲間にとっても本当なんすか、ね、特別な日になって、まあ、試合近づくとお母さんとやり取りしたりだとか、宮下さんの分までって思ってた、思ってる感じで、特に年末はその気持ちが強くなるのに、のとあとやっぱりレミディウスが、まあ、もう原因は分かんないんですけど、なんでそんなことになってしまったか、亡くなってしまって、本当に。レミギウスもそのリトアニアで試合しに行った伊藤さんって方が復帰するために練習頑張ってるって聞いたんで、また日本で会えるだろうなって楽しみにしてたんですけど、そういうことになっちゃったんで、やっぱりこういう大きい舞台が大好きだった人なんで、まあ、その分も僕頑張んないとなっていうのはあります。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。以上で終了とさせていただきます。失礼しました。